豊岡駅、兵庫県。豊岡駅は、兵庫県豊岡市大手町にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本ミラートレインズ、京都単語鉄道の駅である。兵庫県北部の中心都市、豊岡市の中心駅、JR 西日本の山陰本線と、京都単語鉄道の宮津線が乗り入れ、接続駅となっている。宮津線は当駅が終点であり、 宮豊線の愛称区間に含まれる。そのため旅客案内上では、京都丹後鉄道宮豊線と呼称される。京都発着の木の先、新大阪発着の河野取をはじめとする、すべての定期旅客列車が当駅に停車する。浜坂方面、福知山方面双方とも、普通列車の多くは当駅始発である。以前は、福知山方面から、 日の崎温泉駅へ直通する普通列車も多かったが、2010年、平成22年3月13日のダイヤ改正による輸送力見直しを受けて削減され、結果として当駅止まりが中心となった。豊岡市による駅前再開発事業により、駅前広場の拡張のため、JR 西日本による豊岡駅の京上駅車化が検討され、2010年、 平成22年から、豊岡駅東西連絡橋、立橋の一部を改良し、バリアフリー化を含めた改築が実施された。2011年、平成23年2月13日新駅舎が完成し、セレモニーが行われ、金色のくすらまり、また3月のダイヤ改正で採用された新大阪、福知山直通特急、高野鳥の車両公開、試運転が開催された。 駅構内には、兵庫県鉄道警察隊と8日分中隊があったが、一時、閉鎖された後、最近になって、姫路分中隊と8日駅詰め所として、人員配置を復活している、新駅では、1階の一番乗り場付近にある。なお、国鉄時代は、福知山鉄道公安室、豊川鉄道公安派出所だった。新駅舎の完成で、 商業施設である愛知と自由通路で改札口から直接行けるようになり、実質、駅ビルになっている。アイコカやピタッパといった電子マネーには対応していない。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅。京城駅舎で、改札口は2階にある。短式の1番、乗り場、島式の3.4番乗り場は1階にあり、 階段、またはエレベーターを利用する。3.4番乗り場の北側には、国鉄時代の駅名標がある。新駅舎共用以前は、駅舎は短式の1番乗り場側にあり、92.3番乗り場へは、古戦橋で連絡していた。1番乗り場が上り本線、3番乗り場が下り本線、4番乗り場が上下副本線であるが、3線とも両方向の発車に対応している。 また、1番乗り場と3番乗り場の間には、ホームのない待機線がある。そのため列車運転指令上では待機線が2番線となっている、後日の京都単語鉄道宮津線ホームは、宮津1番線。また、待機線、2番線も両方向への出発に対応している。宮津線から JR 線へは、1番乗り場と3番乗り場のみ、出入り可能であり、久美浜から特急。 橋立2号となる、快速列車と、木の先温泉方面からの直通列車、組は、マライナーのみジェアールの1番乗り場使用する。なお、2011年2月13日の新駅舎、完成後は、旧2番乗り場が3番乗り場、旧3番乗り場が4番乗り場となり、2番乗り場が、欠番となっている、待機線に相当。かつては、ある程度発着番線が固定されていたが、 2010年、平成22年3月13日改正以降、普通列車が両方向とも、当駅始発及び終点になる運用を主体とした、ダイヤとなったこともあり、現在は3線とも上下線の区別なく使用している。なお、当駅を越えて運転される列車については、対向列車との行き違いのない場合は両方向とも、駅舎側の一番乗り場に発着する。対向列車がある場合は、上り、 和田山、福知山方面行き列車が1番乗り場、下り、浜坂方面行き列車が3番乗り場か4番乗り場に入る。山陰本線経由の上り特急は、すべて1番乗り場から発車するが、下りは固定されていない。夜間大白の設定がある。当駅は、管理駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、洋風駅から伊久ミ駅間の各駅を管轄している。 2006年、平成18年12月18日の午後より、河野鳥にちなんだメロディーが流れている。これは、豊岡駅の放送設備の更新に伴ったもので、豊岡市は、観光客の耳に、豊岡の記憶が残ってもらえると、PR 効果を期待している。また、同市の観光家が、鉄道利用促進担当だったため、発車メロディーの採用を申し出る形となった。 田島歌の祭り実行委員会が2006年、平成18年9月23日に開催された、第2回校の鳥音楽祭の中から2曲を選定。放送形態の変更により、到着時のメロディーが、ハイテンポに1回なった後、JR 西日本標準の到着ベルが鳴るようになった。発車時のメロディーについての変更はなかった。また発車時のメロディーについてはホームにある。 促進ベルボタンを押さないと作動しないため、豊岡駅に入線するすべての列車に対してなるわけではない。東端式ホーム一面一線を有し、JR 線の一番乗り場の線路反対側を切り替えたホームとなっている。JR とは独立した駅舎を持っており、JR 側からも中間改札と柵で仕切られている。ただし、久美浜から特急、橋立2号となる。 快速列車と JR 線との臨時直通列車については JR 線の一番乗り場に発着する。直営駅であり、15駅の有人駅の一つでもある。ただし、朝と夜間は無人になる。2011年3月より、無人時には JR 連絡用の中間改札が閉鎖されるので、注意。以前は、通常の自動券売機が置かれていたが、2014年1月頃、 食券型券売機に変更された。校内には、駅舎とは別の建物に運転士が所属する、豊岡運転所、旧、豊岡運転派出所がある。京都単語鉄道具豊線との乗り換え客や、特急に乗り換える客が多い。全ただし、バスニュープリンス高速バス、豊岡市市街地環状バス、小バス、豊岡市営バス、田舎。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。